さあ皆さんおはようございます。ついに2年半ぶりにテックアートに帰ってまいりました。だいぶ中の様子も変わってると思いますし、新しいデモカーなんかもあるみたいなんで、ちょっとその様子をお届けしたいと思います。というわけでちゃんと清掃してきました。中の様子行ってみましょう。テックアートの開演がかっこいいな。中のその工房の様子だったりとかっていうのは、もう工場じゃなくてあえて工房って言います。工房の様子なんかは前回の動画でもお届けしてますんで、ぜひそっちも見てみてください。ちなみにあっちにあるのがオレンジ色の屋根の建物の向こう側にあるのがカーボンと、あとは、あとウレタンの工場かな。でこっち側で内装のあとショールームがあって、この下にその梱包する場所だったり、あとはまあワークショップなんか入ってる感じです。で場所的にはこんな感じで非常にのどかなドイツの田舎町っていう感じです。でもちろんテックアート、ポルシェがあるシュトゥットガルトから非常に近くて、まあ、車で、まあ、30分ぐらいかな。こんな感じの街にあります。今ちょっとテックアートのショールーム紹介したいと思います。なんかこれがこれから乗れるみたいです。でこの992は、外装全部テックアートになって、このエアロパーツ、そしてカーボンパーツ、そしてこのブルーのアクセントが入ったこのバンパーになってます。でテックアートのパーツは全部この塗り分け対応してるんで、まあ、今回の車はこっちはソリグロ、こっちが GT シルバーメタリックでカーボンのパーツ出してると。でテックアートの場合基本的に純正の性能をスポイルしないような設計になってるんで、まあ、これからアートバーに行って300キロ出してみたいと思います。テックアートのエンボスも入ってたりとか、であとは当然ホイールもテックアートのホイールになってます。でこれも非常に軽量で剛性もあって、なおかつセンターロックにも対応してます。黒黒だとここすごく引き締まって見えるんでいい感じですね。で同じようにこっちもストライプが入ってて、これもペイントで施されております。はい、そしてサイドスカートもこの辺も塗り分けでいかようにでもできます。でこの今回の車は真ん中だけカーボン出して装着されていると。だ結構低くも見えるし、でなおかつこの辺の整流も非常に考えられてるんで、おすすめのパーツです。そして後ろのこのダクト、ちゃんとプロテクションなんか回ってるんですけど、吸気のダクトもさらにこう空気が取り込めるような形状になっていると。でテックアートのホイールの場合、基本的に純正のタイヤがそのまま使い回せるようになってるんで、まあ、タイヤを新しく購入する必要がないという。なんでこのちょっとムチムチ具合も純正のままいい感じです。だと後ろもエアロパーツがこの辺ごっそり交換される。でこっち純正ですね。こっち側の下側が交換されるタイプになってます。でこの辺なんかも全部別パーツになるんで、塗り分けに全部対応してると。だアクセントでこうやってカラー入れてもいいし、まあ、前回モンドで作らせてもらった車なんかはここに色を入れたりとか、まあ、ありとあらゆる仕様ができちゃうと。あと重要なこのトランクのスポイラー、これもテックアートのものになります。で当然この辺 もう300キロ以上対応ので、テックアートの場合、風洞実験なんかもして本当に整流も考えられてるんで、まあおしゃれウィンクなんかとはちょっと全然わけが違うウィンクになってます。そしてこっちのリアのウィンドウのこの辺なんかもアクセントでやろうと思います。で当然このリアルもリアの整理を考えられた形状になってます。内装に関してはまだステアリング交換だけなんですけど、これから内装もやっていくみたいです。でステアリングもテックアートのレザーで全部張り替えられて、よく見るとこのパンチングの穴の中が青くなってると。結構ステアリングっていろんなメーカーから出てると思うんですけど、本当にテックアートはこの内装が真骨頂なんで、レザーの質がいいのとこのシワが少ない。だいたいこうパンチングのやつって正確なこの円になってるものも少ないんですけど、テックアートの場合はもう規則正しい、なおかつこれがよれてない、このギュッてやってこう巻き込むんで、まあ、基本的にこうよれちゃったりとか伸びちゃったりとかっていうのも少なくないんですけど、もうその辺なんかも純正と変わらない形状で施されていると。あとパドルなんかもいろいろオプションあるんで、まあいろいろやりようがあります。裏側にレザーだったりできちゃいます。運転してくれるのはケビンさんです。よろしくお願いします。いや、はい、ナイスちょっと死んじゃうかもしれないです。うわーいい音。パワーキットのステージ1が入って710馬力になってると。エアバッグのセンターもテックアートのロゴになってると。クロックで、これから内装をやっていくみたいなんで、この多分青で外装のアクセントから青を少し入れてまとめていくんじゃないでしょうか。まあ、純正のタイヤをそのまま使えますんですけど、ホイールの方は単造になってるんで、まあ、非常に強度があって軽いと。でスポイラーもちゃんと純正が動くような設計になってるそうです。そして今テックアウトのス
スポーツエキゾーストも入ってるんですけど、まあ、非常に静かだし乗り心地もこのダウンスプリングいいです。なんか割とダウンスプリング入れるとこう跳ねちゃうイメージですけど、全然そんな感じない。 So when you go to、yeah. sport mode、wow. you can already hear、mm-hmm. the valves are open and it will be、 もう全然純正と違う超パワフルなサウンドがスポーツモードでしてます。Feel the car、yeah. transform. 全然違う車みたい。でもまだまだ足は全然動く感じ。もちろんそのスポーツな感じはするんで、まあ、ちょっとそのタンタンタンって感じですけど、全然乗り心地はまだまだ。はいはい、これでステージ1はいえ、もう全然あの3000回転以上からもう背中側がシートに押し付けられる。はいや、全然息継ぎなしでもうそのままパワーが出てる感じ。ただ全然その G のそのうってなるんですけど、飛んでっちゃうような怖さは全くない。 It just makes a smile on your face, huh? Yeah. The acceleration, four-wheel drive. And it was not full throttle, only 80%, 90%. 80% ぐらいのこれで。はい。Top speed is around 355 kilometers per hour. 350キロ出るそうです。だから本当に車の持ってるこの素性の良さは全く殺してない感じ、アップデートしてる感じです。それはもう内装のこのステアリングのその質感の高さだったりだとか、この仕事の丁寧さからもちょっと見て取れるかなと。はい。ただこれ完全にスピード違反ですね。足がこんなに動くのはちょっとびっくりした。はいね。うわあ。いい。すごい。でも助手席でもこうグルッっていう感じがわかるぐらい。でめちゃめちゃ音がいい後ろの。ためにその性能スポイルしちゃうなんていうのも。ジャーマンレーダーシステム。ジャーマンレーダーシステム。ちなみにドイツだとそのレーダー探知機が違法なんで、この地元の人の知識が生かされてるみたいです。So now you can go to normal and it's really very relaxed car, very comfortable to drive. でもっとその究極を求める人は、まあ、GT ストリートあるとか。さらに、別のメニューも今後出てくるみたいなんで、まあ、そういうのがおすすめっていうことです。
で本当にこういう市街地のこうデコボコしたところ、ヨーロッパはあんまり道良くないですけど、まあ、それなりにこうスポーツカーの乗り心地っていう、なんかもう全然跳ねて止まっちゃう、なくなっちゃうっていうのは別にない。この触り心地がいい。Really like this. Yeah.これ基本的に純正の骨組みを使って張り替えてるんで、まあ、その機能的なものもそうだし、まあ、その中身の安全性とかっていうのもちゃんと担保されてると。だ結構今車外のステアリングなんか、まあ、ポルシェに限らず最近の欧州車だとあんまりそのステアリング交換っていうのはあんまりなくなっちゃってきちゃってますけど、結構車外のステアリングだと全然剛性がないやつとか安全性的にちょっと問題があるのもあるんですけど、基本的にポルシェのこのチューナーテックアートの場合は純正を全部張り替えてるんで、まあ、そういった問題もないという。本当にこれがチューナー純正のそのいいところを伸ばすドイツのそのチューナーの真骨頂だなっていう感じしますね。はいやい。これちょっとでも純正のタイヤそのまま使ってるっていうのもいいのかもしれないですね。むやみにこうサイズ変えたりオフセット変えたりしちゃうんじゃなくて、いやいや。ローンチコントロールをやるみたいです。大丈夫かなこれ。はい。うわやべえ。はいえ。すげえ。え、どうすんのどうすんのどうすんの。150ぐらい出てましたね。はいえ。でもあれだけ鬼加速して全然ブラックマークがつかない、まあ、それはもうポルシェのその元々のその性能だと思います。だちょっとポルシェっていう車ちょっとあんまりこう適当にアフターマーケットのパーツも作れないんだなっていうのはもう本当に思いました。この使い方されたら中途半端なものはやっぱり飛んでっちゃうし性能がスポイルされちゃうっすよね。残念ながらちょっとアウトバーンで300キロではなかったんですけど、あの別の意味でもっと刺激的なものをちょっと見せてもらって乗らせてもらいました。170ぐらい出てるんですけど道はこんなんです。はぁやで乾いてる。でなんか聞いた話だとポルシェってもう元々すごくこう突き詰められてるんで適当なマフラー入れちゃうとあの 10% とか 15% ぐらいパワーダウンしちゃってるザラらしいです。なんでテックアウトに関してはもう基本的にそのパワーがダウンすることない、むしろ上がるようにもう何度も何度もテストを繰り返して作ってるそうです。さあというわけでこちらのテックアウトのデモカー乗らせてもらいました。もうむちゃくちゃ速い。ステージ1っていうのがもう信じられないぐらいめちゃくちゃ速かったです。まあ元々車が速いですけど、ね、本当は乗り比べができればよかったんですけど、まあこの性能も追い求めてるテックアウトですから710馬力に偽りなしっていうことです。あともう一個いいなと思うのは中古でその車両購入した時にどうしてもそのシートのこういうとことかあとステアリングとか
使用感ってやっぱり、まあ99にまだ新しいんで、そんなにその中古でも、あの使用感多いものないと思うんですけど、まあ例えば991とか、7とか6とか、その辺リフレッシュがてら、テックアウトでこの、やるなんていうのは、まあパリッとしますし、ドレスアップにもつながって、すごくいいんじゃないでしょうか。だってホイールがやっぱり、純正のタイヤ使いますよっていうのは、すごくいい。入り口に入ると、718のスパイダー。これお客さんの車みたいです。テックアウトのパーツがたくさんついて、いろんなとこがカーボンになってて、でこのフード、これもテックアウトのカーボンフード、全部これペイントで仕上げられてるそうです。でカーボン目もこんな感じで全部中央に寄ってる美しいこのボンネットで、非常に軽量になってて、でなおかつこれダクトのところ、これが、一応 GT3 のパーツって言ったかな、純正パーツを使って、これがボンネットの中を通ってこのブレーキのローターが冷やされるようなレイアウトになっているそうです。だから本当に純正の性能をスポイルしないような、むしろパワーアップさせるような形状になっていると。さあそしてそこの奥にあるこっちの 997GT ストリート R、 このテックアウトの専用のバンパーと、なんとこのマットブラックペイントみたいです。でホイールも、そしてキャリパーペイントもされているという。で当然 GT ストリート R なんで、フェンダーも変わってて、サイドスカートも、あ、この中もカーボンなんだ。でこれも内装も軽くやってあって、シフトノブのところに青のアクセントが入ったり、エアコンのこのルーバーの真ん中のこのつまみのところも青くなってたり、でこの全体的にこのブルーのステッチで統一されている、もうめちゃくちゃおしゃれなインテリア、かっこいいな。反対側に回ると、テックアウトといえばもう内装が割と僕的には真骨頂だなと思ってるんで、この純正シート張り替えられた GT ストリート R のシート、この両サイドはファブリックでアルカンターラスウェード生地、そしてこっちがレザー、レザーの質感めちゃくちゃいい。で背中にはこの GT ストリート R の刺繍が入ってると。でこのバックシェルもカーボンにできたりもします。でカーボンパーツも大型のものでなければ、テクワットの場合自社で作ってるんで、非常にクオリティも納期も安定してるってことです。だとこの何気ないこのソファー、なんか様子がおかしくないでしょうか。そうなんです、これなんとテクワットです。そしてレザーも本当にいろんな種類が選べるんで、もう色もこの脂肪ももう無限大、ロールスとかベントレーみたいに、まあ、全部細かくオーダーできると。そしてステアリングはこんな感じで、ポルシェ全車種張り替え可能です。で仕様もカーボンからスウェード、レザー全部できます。マットも全部オーダーできます。この縁の色、パイピングの色、パイピングというかトリムっすね、この辺の色なんかもこんな感じで、マットだけっていうのも結構いいと思うんですよね、僕的には。マットも結構中古車使用感出るじゃないですか。こんな感じで全部できちゃいます。で本当にだからオーダーメイド屋さんっていう感じですよ、内装に関しては。でこのこっちは一応ディスプレイですけど、このステッチの色も全部こんな感じで、あとは自社で全部その塗装もできるんで、内装のパーツもそうですし、外装のオールペイントなんかも全車対応ということで。でちょっとここだけの話、今お客様からオーダーいただいてる992の GT ストリート R はガルフカラーになるそうです。全部このチェッカー柄もできるし、こういう幾何学模様のもできるし、やってきました千鳥格子、はい、この辺をだからうまく使えたらめちゃくちゃかっこいい内装できる気がするんですよね。ちょっと結構クラシックな感じじゃないですか、この千鳥格子。こんなのもでしょう。なんとこのカウンターのこの椅子、そしてこっちの椅子、ロルフベンツ製らしいです。っていうのもロルフベンツと非常に距離が近くて、ロルフベンツの生地を使った張り替えなんかも過去やってたりします。さあちょっとワークショップの方はお見せできないんですけど、内装張り替え工場の方を潜入いたします。これ2年半前かにも潜入したんですけど、こんな感じでレザーがたくさん、
でこのレザーもこのすべすべのからしぼしぼのからいろんなレザーが大量に、ここだけ見ると本当に何屋さんか分かんない、全部張り替え対応ということで、でちょうど GT ストリート R のベースカーがこんな感じで入っててバラバラにして今作ってるみたいです。で当然 GT ストリート R もテックアウトのワイドボディのコンプリートカーなんで、まあ、フェンダーも交換になりますしバンパーも交換になりますし、で今回の車に関してはこのベースカラーのこの黒を生かした、まあ、非常にシンプル、もうストリート R なんでもうベースがシンプルじゃないですけど、そんな中でもちょっとシンプルめな GT ストリート R を作るみたいです。で内装もこんな感じで全部取り外してこれから今張り替え作業を待ってるようです。そしてこっちはカスタマーカー、これも内装の張り替えで今入ってる 991 This is Techart? Yes? OEM? OEM But this car will get painted interior trim. インテリアも取りもペイントするみたいです、yeah. で全部バラしてると、で本当にわからないクオリティで張り替えられてる。でグローブボックスも全部張り替えられて、これがここの反対側のここか、このパーツで、これもご覧ください、なんとレザーが巻かれてる。これも、分厚いレザーで貼っちゃうとこう浮いちゃうんで、もうナッパレザーみたいな薄いレザーに加工して貼り替えてると。フューズボックスの蓋もレザーで全部貼り替えられてる、ステッチも入ってる。確かにね、これちょっとチープだなと思った俺、クラシックする、すげえ。はあ。でこの横のダッシュボードの横も全部ステッチを入れて貼り替えられてる、綺麗。ペピタっていうこの柄、これなんと GT3 のフルバケのこの背中とお尻のとこです。そしてこのたくさんあるこれ、実は日本からのオーダーになります。ボンドグループで販売させていただいた、まあ、GT3 内装がちょっとそっけないっていうことでテックアウトで全部張り替えると。でご存知の方も多いと思うんですけど、ポルシェのフルバケはこのマジックテープで止まってるだけなんで、それペリペリって貼して張り替えられると。はい、あ、今この動画のために最終仕上げを今職人さんじきじきやってくれるそうです。なかなかこの制作過程をお届けする YouTube もないんじゃないでしょうか。慣れてんな。完成しました。いやー、なんか日本からの注文が目の前で完成するとすごい感激、すごい。ご覧ください、こちら今出来たてほやほやのもこんな感じで、でこれ正直なところを言うと海外のそのインターネットとかで似た商品はあると思います。ただやっぱりこの触れる部分なんで、まあ、しっかり本物を皆さん使っていただきたい。どうしても安価なものだったりするとこの柄が曲がってたりとか縫製がいい加減だったりだとか、もうあとはその生地自体がそのチープなものっていうことも少なくないです。でこのデッカートの場合はこれ実はポルシェの、生地を使ってる工場から買ってる、なんでポルシェのシートの生地と全く一緒です。でやっぱりポルシェ乗られてる方っていわばもう本物を知ってるわけじゃないですか。なんであえてそこでその海外製のなんかちょっとその通販で買う安いやつじゃなくて、やっぱり本物を使っていただきたい。そしてこれ表皮だけになるんですけど、純正のこの中身も用意できます。なんでこのかぶせるのがめんどくさいよっていう方は中身のオーダーもできるんで、もう本当にこうペタペタって貼り替えるだけっていうのもできます。で、まあ、ちょっと手間なんですけどこの中身のスポンジも同じくこのマジックテープなんで、まあ、その貼り替えも割と簡単にできちゃうんで、まあ、表皮だけの注文もできます。でリクライニングするタイプしないタイプ、ポルシェ全てのバケットシートに対応してるんで、まあ、そういったこともできちゃいます。これちょっと完成取り付け楽しみだな。
こんな感じで日本からのオーダーちょっとお届けしました。で当然この千鳥格子の他にポルシェのサプライヤーから直接買ってるらしいんで、同じから全く同じ素材で張り替えができるそうです。これちょっともっと日本で流行った方がいいと思うんですよね。当然この青いのも定番の赤いやつもあります。この辺も全部張り替えられてる。 GT ストリート R のロゴが入ってます。炙りそうかな。でこの辺の細かいパーツも全部ペイントされて真っ黒っぽい。でこんな感じで生地も全部純正と同じものが全て用意されてます。2年半前も来たはずなのに感動しております。そしてカーペットも全部こんな感じで、マットの下ですね、カーペットもこんな感じで全部張り替えが可能です。で上にはこんな感じでドア張りがあったり、シートもこれからスリートあるのかな。これシートもこの張り替えってめちゃくちゃ大変なんですよね。余裕でこうかぶせられるようにしちゃうとブカブカになっちゃうし、ちょっとこのキツキツぐらいで作っておかないと、ちょっとこの革の伸縮も計算に入れてかぶせないと、もうかぶせた感が出ちゃう。でこれも全部この辺のリリースの紐も全部張り替えられます。ちょっと似たのは結構あると思うんですけど、やっぱり本物を皆さんに使っていただきたいです僕は。本当にその安いのもネット通販とかでいろいろあると思うんですけど、まあ、それは安いなりの理由があったり、工程が抜かれてたり、素材がその安価なものだったりするんで、単品で見たらもちろん分かんないかもしれないですけど、比べるとやっぱり全然変わってきちゃって、ぜひちょっとこのテックアートのクオリティの高いインテリアの張り替え、このものづくりをちょっと皆さんに伝わったら嬉しいです。そしてこれが前回も見せてもらったレザーを薄くする機械です。これレザー入れるとその貼る場所に応じたその厚さにできると。ちょっと厚みが出ちゃまずいようなところは全部この薄いレザーにして、この削ぐ機械ですね、加工ができます。この厚さを、はい、今1ミリ、 1.05 ミリ、要はあの厚みのまんま張り替えちゃうと浮いちゃうんで、このレザーを削ぐマシーンでシャ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 っと、そうするとなんと、うわー、5分の1ぐらい、0.2、 多分 0.2 に設定されてるんでしょう、この厚さのレザーになると。でもこれだとめっちゃ極薄なんで、まあ、ちょっとその厚みが出せないようなところも全部できちゃうと。いやー、あ、で伸びる、あー、ちょっと R がきついようなところも貼れるみたいです。でこの辺は型ですね、シートの。でこれ日本で施工する場合は、まあ、シート丸ごと送ってもいいですし、まあ、パーツ丸ごと送ってもいいですし、まあ、逆に表皮だけなんていうのもできなくはないです。ただ張り替えがめちゃ大変です。特にステアリングが本当におすすめです、ね。 So this is like the original one. これオリジナル、 The original Porsche steering wheelAnd we're starting to cut off the in this case Alcantara or leather. We cut everything off and then like. もう使いすぎてくったくたになってるこれ。テカテカ。This like underneath the Alcantara. Yeah. This underneath the Alcantara and then we cut it off with the saw. We cut everything off. 切って剥がしちゃいます。で骨組みを出す。Just steel frame we put in our mold. スチールフレームなんだ。このフォームをこの型で充填すると。Like there are the molds for every each of the steering wheels. 二液のやつでここに充填するみたいな。And it takes like 5 hours to harden. 5時間経つと固まる。で出てきたのがこれ。Then it looks like kind of this. So we have to cut this off, clean it, sandpaper it, make it nice, which looks like this. これ取ってペーパー当てたのがこの状態。でもちろんカーボンにも対応して。
carbon にも全部対応してる。So for this one, our carbon manufacturer cut the parts, the white parts, they cut them off and put it with like a hard plastic because on this soft one you cannot put the carbon fiber on it, it would crack. Black hard plastic on it and then they put the carbon fiber on it. 割れないようにしてるみたいです。Center mark, yeah. With none, with just the cord, 5mm, 8mm. How you like it? このパーフォレーテッドってそのパンチングもデザインがいろいろあって全部できちゃう。Before, after. この辺も全部。Switch in yellow, so there's a lot of opportunity that you can do. Here it's a bit more traditional with the black and red, so there's so many choices and opportunities to work with. 全部できます。はい。さあというわけで2年半ぶりにこのテックハートの様子をお届けしました。まあいろいろ進化しているところもあり、ちょっとまだ現時点ではお話できないんですけれども、いろいろ新プロジェクトのお話も聞きました。あの前回の動画から引き継いで、某社から某プロジェのなんかコンプリートが出てましたけど、もうそれに負けないすごいのが今後出てくる予定があるみたいです。ぜひチェックしてみてください。 GT ストリート R もうわずかにキットが残ってるそうです。なんでまあ興味のある方、まあ、決して手頃な金額とは言えないんですけども、オンリーワンの、タボ S を作りたい方に非常におすすめなキットになっております。ぜひテックアウトチェックしてみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。